皆さんこんにちは、イフ奥村です。本日なんですけども、ハイエースの人気の車種のコミューター GL なんですけども、今回こちらのコミューターは大人気のラウンジ仕様となってまして、車中泊にもぴったりのカスタムとなってますので紹介していこうと思います。それでは VTR スタート。こちらのハイエースはコミューター GL ミクディーゼル、ボディカラーがベージュメタリックとなっておりまして、内装が3ナンバー乗用車登録9人乗りとなっております。今回ご紹介しますこちらのコミューターなんですけども、2列目にアイシートを搭載しておりまして、アイシートを使った施工事例を先に見ていただこうと思います。今座ってるのが2列目以降になるんですけども、2列目以降のシートはこちら純正の4列目の4名掛けとなってまして、はね上げが可能となっているバタフライシートとなっております。3列目の部分にベッドキットの天板があるんですけども、天板が縦に4枚分かれていて、使わないときはこちらを外してもらって荷物を乗せることも可能です。今回こちらのお選びいただいたテーブルですが、対面キャンピングテーブルと呼ばれるテーブルで、いつも真ん中にポールがあって固定してるテーブルを紹介することが多いんですけども、このようにサイドの部分にレールが取り付けられていて、このレール上であればどこに移動しても使えるようなテーブルとなっております。こちらのキャンピングテーブルは安定感もすごくあって、手で動かしても全然ぐらついたりしないので、上に物を置いていても落ちたりとかそういったこともないようなアイテムとなっております。テーブルの形を変えてベッドの天板を2枚移動させたんですけども、広々と足を伸ばすこともできて、食事の際もすごく快適に過ごせるかと思います。こちらの天板を置いている家具なんですけども、天板を上げると中に収納できるようになってまして、今回こちらの家具のサイズはお客様自身で決めていただき、サブバッテリーが入るサイズというオーダーを受けてこちらの家具を製作しました。ベッドキット部分の天板の下は荷物もたくさん載せることができます。今回は2列目をアイシートを選んでいただいたんですけども、2列目を純正シートだったりとかレボシートだったりとか、それだけでも様々なカスタムがあって、お客様のお好きなものをお選びいただくことができます。今回紹介したのはハイエースのスーパーロングの中でコミューター GL と呼ばれるハイエースなんですけども、コミューターはスーパーロングの中で唯一ディーゼル設定がある車で、コミューターで車中泊やアウトドアといった時に人気なカスタムがベッドキットとなってます。車中泊に欠かせないベッドキットなんですけども、イフのオーダーベッドキット家具はお客様のご要望に合わせてお作りすることができて、今回のお客様はサブバッテリーを入れたいからこのサイズで作ったんですけども、例えば自転車を乗せたいとかバイクを乗せたい、そういったアウトドアをされている方にはこの真ん中の部分を少し広めに取ったりとか、あとはラウンジ仕様を楽しみたいと言われる方にはもうちょっとここのサイドの部分の幅を広げたりと、
お客様自身で決めていただくこともできますので、気になられた方は一度ぜひ施工例の方を見ていただければと思います。最近オーダー家具についてお問い合わせいただくことが多くって、たくさんの方が興味を持ってくださっていると思うので、先日オーダー家具について詳しく動画の方を配信しましたので、こちらにサムネを貼ってますので見てもらえたらと思います。コミューターのベッドキット家具なんですけども、スーパーロングのために室内空間がやはりすごく広くって、たくさん人数が乗ったり車中泊していても圧迫感が全然感じられないのが魅力の一つとなっております。 IFU ではコミューターの他にもハイエースバンやキャラバンなど様々な車種を取り扱っておりまして、全てのハイエースキャラバンでたくさんのシートカスタムをご用意させていただいておりますので、お客様のお気に入りのシートカスタムが見つかるかと思います。ホームページで施工例やコンプリートカタログの方も掲載しておりますので、気になられた方はぜひ一度見ていただければと思います。本日はありがとうございました。